なと思うんだよね。その嫌いなやつってさ、見たくないじゃん。目のもう本当届かない場所にさ追いやりたいじゃん。まあでもあれか、嫌いな人ほど気になっちゃうみたいな、そういうのもあるのか。俺嫌いなものはマジで目に入れたくない派だからさ。よく耐えれる。ちなみに低評価20だよ。マジ理解できんわ。マジ理解できん。それ本当理解できんわ。わざわざ俺の生放送で低評価をする、マジ意味わかんねえ。人間じゃねえ。人間って思ってないから、そもそもネットに生息してるやつだ。ウイルスと思ってる。敵コンピュ敵キャラだと思って、敵キャラ。なんか人間、同じ人間がやってきてると思ったらうぜえけど、そういう敵キャラがおると思ったら、まあもう敵キャラだからしょうがないよね。これやばくない？普通に辛いんだけど。今低評価したやつ全員ユタポンだ。ユタポンと一緒、全員どうせユタポンみたいな髪型してる。いやお前らユタポンに煽られてる。負け組だよお前ら。全員ユタポンに煽られるレベルの人間。謝ってこいってユタポンに。ちょマジ、あ、なんか持ってる。ラムチ、うざい。これ真昼見やめてくれ、頼むぜ。マジやばい。え、これ下げれない。下げれないっていうか、キッキングが倒してくれなかったら終わりなんだけど。ねえ、ネジキキモいってお前マジで。ちょっとヤバそうどころじゃない。もうだってパーティー半壊っていうか、もうとりあえず倒したけど、とりあえずできたら持ってたけど、あとギャルドスが2タッチしないと麻痺で次のターン怠けるんだ。いやもうきつっ。なんか竜の前とかあるこれ。マジで耐えれて。え、激凛撃ったら次のターンが終わるけど、もう撃つしかねえ。待って、強い。え、これ あれか、あ、そうか、プラチナってここが強いのか。これ4周目の AI ってこと。さっきから最適解しか撃ってこないのは、これプラチナがきついゆえん。クソ強いんだけど。え、これなんで勝てる。後ろチルタリストがやらないと勝てないよ。そもそもキングドラ落とせる。おーい。え、まあ、結局変わらん。状況は変わらん。次上から殴れるか殴れないか。やっぱり4周目の部屋だ。頼む、チルタリス。うーわ、おい、ソウルシルバー 85% 来ました。さっきでも 67% ぐらいで負けたから。めっちゃ誘ってるどころか、タクシーよ。もう俺という移動手段ちゃうか。試合終了。もうなんでこんな強えのマジで。え、これさ、こう日本バレするぞ。あ、オービーこいつ。いや、オービー4倍弱点もある。どこだ。そうだ、ランタンオービーだ。グラマット3点出てくれ。マットさん立てしてくれ。やだやだ、もうプラチナやりたくない。なんか俺のプラチナきついんだけど。まさかの自爆売りで大爆発するのが
最大うーわおかしいだろ十角引きましょう。ねえ、なんとかなんないこれ。いやもう痛い痛い痛い、あーもう無理だ、食らいすぎじゃね、こんな食らう。あ、命の玉、ひるめ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 、あー勝てない。3周目のねじきに勝てない。待って、本当に強い。これちゃんと調べた方がいいな。4周目の方知らめちゃね、ごめん。緑使いやすくない？なんか俺緑使ってても使われてても楽しいんだけど、カフェとさ裏でスマブラやったっけ、あいつ緑しか使わないからさ、サンドバッグなんだよねマジであいつが使うさキャラ、緑かリザードンかとかさ、もう重量級の雑魚しか使わんからさ、すごい快適なスマブラができるんだよね、ノンストレス。まあ俺も言うてキングクルールとかだからノンストレスなんかもしれんけど、やってください。ピチューとかマジ超ストレスだろ。一番行きやすいのはテリーってザクレが言ってた。俺まだテリービップ行ってんだけど、コマンド3人衆残ってんの嫌なんだけど、テリーとリュウとケンビップ計画残ってんだけど、あいつらドヤ顔で残ってんだけど、まだ全然やりたくない。ザクレ君とは別にどのキャラでやってもつまらん、スマブラじゃないからあれは、一方的な殺戮。生放送するしかないよなそいつら。生放送するのも嫌だけどね。テリーってガチャガチャするだけだよ。その理論で言ったらコマンドキャラぜ、ねえ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 、おかしいって、危ねえ思いが通じた。おい、いらねえけど出すな、デブ。今次で出せ。おい、つらいつらいよつらいよつらいつらすぎる、やだ。今強い、これもう勝てない、勝てない勝てない、助けて助けて、どっちにも攻めなさい。これ竜舞した方がワンチャンあるか、まだ滝登りで2角も取っていける。いやもうバレパンとかもあるか、いやもういいや、もうあ、せっか、せっか弱い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 、ハムハム、おしょしょ、ハム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 、あ、急所急所急所、どうなってんだこのゲーム。カムラはいいや、別に。あなんでお前急所当てたんだよバカ、耐えろ、責任持って責任持って耐えろ、おいふざけんなふざけんな、耐えろ耐えろ耐えろ、もうおい、AI 天才すぎんよ。何あの、急所当てなきゃよかったじゃん、じゃあ。きめえ。きめえ、マジで今のなんか一戦。うわ、今の一戦なんかもうマジでき、うぜえ。シュウ君、後ろの方がよかった。俺、初手強いポケモンにしないと気が済まないんだけど、もう初手相手に取られた時のなんか絶望感。これ俺怖いから、あられから入りたいぐらいだわ。いやもう行こう、吹雪。オッケー。かっけえ、スイ君かっけえ。お前何、お前、なんで吹雪打ったんだよ俺、おい。弱点じゃねえじゃねえか。なんか勘違いしてた俺今。ハイポンだったら落ちてたわこれ。なんで吹雪なんだよ。誰吹雪打てって言ったやつ。手あげる。なんで吹雪打って。命の玉エアームドー。無駄なダメージをしちゃった。モジャンもろくな技持ってないように見えたけど大丈夫か、まあ、ろくな技持ってなかった、ちなみに。こえー、このスイ君毎回こんな思いしなきゃいけないの、技を打つたびに。火力下がっていいから波乗りとレイビにしてくれ。しかも落とせない。スイ君ってビート D どっちが硬いの。え、待って、強いねそれは。はい、知ってた。で待てよ、でここで生まれてくるの、いやさすがにマンブ、悠長に日本バレ巻いてから行こうかなと思って。
サスマンでいくわ。モジャンボラストにすると俺なんかさ、スイ君いなくなった途端炎の一貫性怖いんですけど。あーよし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 、待て待て、おいおい、どうすんだよこれ、おいおい、絶対氷挟まってんぞ、おいもじゃもじゃこ、もじゃもじゃもじゃこ、死す以外ありえないんだけど、もうもじゃもじゃんぼ死ぬしかなくない、こんなの何ができんこれ、モジャンボやばいなんてレベルじゃないこれ、え、な、なに、なん、え、もう、うわ、気持ち悪い後ろ姿、え、な、な、何生きても負けじゃん、な、な、な、全部負けじゃん、もうもうやる気出ないレベルに全部負けなんだけど、熱いよこれ、何すればいいの俺、絞り取る、とりあえず話す、あらー、半分、半分で勘弁、半分で勘弁してください、半分で勘弁してくれませんか、金殿、金殿頑張れ、もうもらえび、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 もらえびナンバーワン、オッケー、ノー、ミスワザメポーン、呪っちゃうか、呪っちゃうか、呪っていいか、呪っちゃっていいか、俺これ、俺これ呪っちゃっていいのか、お前、お前何してくるか分かんない、でも熱い脂肪だから、待って熱い脂肪、お前本当に、あー、俺は熱い脂肪だ、呪っていいのか、呪っていいのか、自信でいいのか、呪っていいのか、自信でいいのか、呪っていいのか、自信でいいのか、分かんねえ、分かんねえ、うーん、グラゴー、いてぇ、雷の規模、水口がいてぇ、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 いてぇよ、いてぇ、うわ、もう何度もやっけじゃばかりやじゃ、つまんねえ、ねじき、ねじきつまらん、ねじきつまらん、ねじきつまらん、角煮だったやんこれ、角煮だったじゃん、角煮だったじゃんこれ、無理ー、もう無理ー、もう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 無理ー、これどうしよう、サナ上取られてるし、噛み砕かれてゆくー、ヤドランは意外と硬いんですよ、 B 方面、うん、半分 OK、 さあサイクネスで落としていって、次、はい、ここで急所出した、お前はバカ、シャンクス、マジでシャンクス、うわー、え、終わりじゃん、ひでえ、ひでえや、これや、こりゃひでえや、気合でもね、飛ばないでしょ、これ。死ぬしかないじゃない、こんなの。ね、無駄、無駄なことしないで。ね、ほんのお願いだから無駄なことしないで、もう、もう早く殺せよ、もうマジで、もう、気合でもね、死ぬ、ね、飛ぶ4倍弱点。ね、4倍弱点って知ってる ?4 倍弱点なんだから飛べよ、お前ちゃんと。え、100レベルだから飛ぶかな ?100 レベルだから飛ぶんじゃね、俺100レベルだから飛ぶと思う。だって100レベルだもん。50レベル帯とは火力違えぜ、てかサーライトの火力なめんねん、あんま気合いだめでし、バカお前はもう、まだストーンエッジあるぜ、ワンチャン、え、ストーンエッジなら耐える、急所やめろ、急所やめろ、もう飽きた、お前に、お前に急所当てられて負けるの飽きた、早くね、耐えて耐えて耐えて、はぁー、これ4周目の AI でちゃんと弱点技打ってくるから、ポリゴンZとトライアタック耐えられて、向こうクロスチョップかなんかインファイとかしてないけど、撃ってきてやられるのが目に見えているんで、物理を完封できるこのヤドキングでね、うわこいつ、うん、またねじきクオリティ出してきようとしちゃう、危ない危ない、呪い積みたいぐらい、でもこの世代の眠り異様に強いから落としちゃおう、は、悪タイプ、またバンゲですか、またバンゲですか、レジスチルお前レジ系めっちゃ外した、まあいいでしょ、こっち乗ろう、雷パンチ持ってんのか、呪ってる場合じゃない、いや呪い込みで一回耐える、
ヤドキングは上取ってる。あーまあ一発自信入れるか。カウンター、もしかしてこれ半分入った。あれ、え、あ、先生の爪今の呪い積んで抜いてるわけねえもんな。まあ、急でしょ、おい呪い積んで今先生の爪発動したから今。まだ落とせなさそうだけど、まあ相手から有効じゃないでしょ。紙パンは死な、麻痺だけやめて、急所も殺す。ナイス、落としていいのか。いや落としてた方がいいかな。ニョロボンボン、ニョロボンボン、ニョロボン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 、ニョロボンボンボン、ニョロボンボンボン、ニョロボン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 。素早さ上取ってるか、取ってそう、取ってるよな、取ってる絶対。オッケー、竜の波動落とせるかな。勝った、自信は耐える。真空波先生技持ってますかね。いやこれ、ま、ラムでマジ良かったな。ナイスミロさん。じゃあ最後最大の取りできたけど、いやこれはけどだろ。ハチマキじゃね、あ違うか、ハチマキ俺が持ってんのか。ん、地震のやつってなんだっけ。これのんきの方向だっけ。600族対決、あ力のハチマキか、こだわりハチマキじゃないか。え待って、怖い怖い、え怖い、えこれ俺、ま、負け、嘘でしょ。いやさすがに600族、さすがの600族のお前見せてくれよ。おい帰る帰る帰る、頼むって頼むって。おお何回ネジキに負けんだよこの銀ネジキに、強すぎんだろ。海竜ワンパンはありえないんだけど、アホくせえなあいつ本当。パンドラ電気タイプ対決、お前には入るよな半分、お前にはシャドウボ半分入るよな。しかも上取ってるし、ライチュウの上取ってんだライコって。どう、いや違うか、まだ取得先行とかされは、え、うん、ほん、えありとあらゆる感情が MKR を襲う。ライチュウに半分入るやつ初めて見た。急所当ててごまかせ、絶対電磁波でいつもボロボロにされるじゃんお前。恩返し物理、まあ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 、いや1体持ってったらもう十分よ正直。ドラム道で大体完封できるもん。1体持ってけばもうここで、あー出た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 、絵に描いたような水地面が出た出た出た。いやもうこれ勝ちだって、仮に後ろが、俺も今きついの水と地面だけだから、仮に後ろに地面タイプか水タイプがいるんだったら、あのバトル始まる前に水か地面タイプが多いですみたいなことをあいつがのたまっとるから、つまり後ろに地面水が入っているポケモンは来ない、ガブリアスも来ない、グライオンも来ない、ラグラージュも来ない。じゃあ勝ちですよ。まひってたらさ、ライコを上取られる。いやまあ普通にドランからでいっか。そうつまりヒードランで勝ち。俺バカだからトリトドンにラスターカの4分の1かどうかわかんねえ。だけど熱風外すの怖い。けど原子の力で落とせる気しない。これラスタ、ラスカ、ラスカでいいよね、ラスカでいいよな。うん、うん、いや形次第だこれ。波乗り持ってんのかー、一発は耐えてくれないと怒る。ライコー、ライコー、なんとかしてくれ。いや急所はありがたいけどさ、これ怖い顔から打った方が、あでもあれだ、麻痺ってから意味ねえんだ、麻痺ってから意味ねえんだ。素早さはもうね麻痺で4分の1になってから無理なんですよ。一応意味ないけど確認していい、もうシャドウボウ打つしかないから。一応ラティオスの技確認していい、流星群持ってる。これうわ、よりにもよって唯一流星群持ってるやつだ。
よりにもよって唯一流星群持ってるやつだ。いや、まひらなきゃとかじゃない。避けなきゃ負けるんだ。ライコ耐えて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 、お前マジで見せて、ここで耐えて、なんかの間違いで耐えて、お願いお願い、ライコお願い、ライコ耐えて、ライコあのね、波乗り持ってる型以外のラティオスだったらいけたんだよ。唯一無理な型だったんだこれ。波乗りのやつしか流星群覚えてなくて、波乗りのやつしかヒードランにそもそも対面勝てなかったのに。トリデプスの冷凍ビームとかダメ、互角とかじゃない。しかも相手自信持ってんだよこれ。あ、意外と HP あるぞ。え、これさ、一発氷の牙、あ、やめとこ、もうし何も信じない、何も信じない。鬼氷は耐久あんまないと。半分入れ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 、あー微妙、おし、まあ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 、乱数だったんで大爆発って大爆発って後でしょう。強すぎポケモン、バックワード、ヒードランとか出てきたらマジ許さん。フリータイムになったら爆発する。あーもうやめて、チューパーだ。強い強いよ、え、ほ強いんだけど。どうしようこれ、アクハヘドバック135半分、68ぐらい威力、68は10万かアクハの方が入るか。でも D も硬いんですよね。でも爆発も入んねえし、でとりあえず一番火力オア麻痺狙えるやつで。なんでなんでな、何こいつ、あ、のんきの子か。後ろ下げれねえよこれ、岩技飛んできたら終わるから。あれ、岩技持ってないタイプ君、なんか殴り合いで勝てそう。またドガスやるじゃん。おい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 っておいって、あー、もう爆発するしかないな、これもう。10万じゃ届かないから爆発するしかないじゃん。ねえ、ラス1対面、誰誰勝てる勝てる、アーマルに勝てる伝説ポケモンおる、おらんくね、水水くん、あ、電流来た、いけますよこれは。相手の方が早いが、麻痺やめろ、急所やめろ、麻痺と急所やめろ、麻痺と急所やめろ。はあ、ええ、ワンパンで死んだんだけど、弱っ、ハーマルド。攻略本はロマンの塊の中の本屋とかにさ売ってる攻略本、ちょっとめっちゃ分厚い、人角で殴ったら殺さそうなぐらい分厚いやつ。これはねいいんだよ。だから久々にさ家帰ったらさ、家にあのモンスターハンターセカンド G のさ武器のあるんだよ。なんかね、近接の書とか遠距離の書とか武器の作り方が載ってる攻略本みたいな、ちっちゃい冊子みたいなのがあって、そう、武器ごとに防具とか武器とか全部違うんだけど、攻略本のくせに素材ハテナハテナハテナって書いてあったからね。舐めすぎでしょ。ミラモリアスとかなんか結構強めのやつはね書いてねえんだよ。おい、二連しびれ、やべ、爆発して耐熱だから痛くないんですけど、もう決めた、爆発する。4連は許さん。ちょっと、お前は何をしに来た。このパン持ってるからハスタム出せないし、硬くね、気合玉うど、やべ負けおい、急所これ入ってる、もうかけんない三分、いや入ってない。何のためにお前、おい、でももう確定数的に気合玉だったらいけるかなと思って気合玉打ったんだそれ。二回、じゃあ火炎放射3回でよかったじゃんこれ。俺後ろ誰、ハッサムか、いける、いや分からん、怖い怖い、ハッサム勝てるよなお前、ハッサムよ。
命の玉なんですけど。え、これ鉄壁春休み積んでる暇ある？え、さすがにある。ナイス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 。万全を期してね。なんかもう急所当たりそう、急所当たりそうね、急所当たりそう。やだ、なんでもう言わなきゃよかった。こんなこと、この試合終わってんだけど本当に。はぁ、つまんねえマジで。いや、初手5連麻痺よ。問題は初手5連麻痺もあかんし、気合玉2回外して、しかも気合玉で落としてないのもいかんし、かあのこのパン急所もらったのもいかんし。絶対ライコーより弱いよこの三段。あのライコーよりも軽くないよ。しかもタイプ1じゃないんだよ、ドリルくちばししか。三段をちょっと過信しすぎじゃないかみんな。あ、でもルージュの上取れてるの偉い。え、待って、サンダーもしかして強いのかこいつ。陽気だから火力もない、火力ないやつにしては割と火力あるぞ。リュージュラが弱いだけ。速攻上がっちゃった。でも爆発するか。リュージュラって何がモチーフなの？不助詞じゃない？爆発正解。いや、こう爆発大安定でしょ。角に取られるから自信半分も入らんと終わり。まずくね。え、待って、えリスキーダイス出てきたんだけど。え、これリスキーダイス、これリスキーダイスの方。リスキーダイスだったら負けなんだけど。リスキーダイスか。いや4分の1よ。ちょっと待って、これ 何トレーナー、何トレーナー、相手何トレーナーだった。いや、リスキーダイスじゃなかったら上は取ってんだよ。316塾帰り、データにない、データにないぞ。いや、ちょっと待ってこいつ316だろ、素早さで。こだわりスカークの場合は215の 1.5 倍って何？ちょっと俺待って計算していい？これ3勝ってんじゃないの、こだわりスカーフ巻いてても。素早さ215×1.5、 322、負けてる負けてる。まあ、所詮3分の1か、あと4分の1か、負け筋。危ねえ。いや、まだ終わってない、まだ終わってない。ちょっと待って、これモロハじゃないっていうことは違うわ、反動で落とせん、ストーンエッジか。岩なだれ一番初期のやつ、素早さ121。ちょっと待ってね、絶対こいつ素早さ121もないよね。ねえ、ね、俺こいつの素早さ見たくないんだけど。絶対121もないよね、素早さ。え、サンダーってさ、防御195。おお、同速だ、同速だ同速なんだけど直帰し同速なんだけど、何これ。え、やだ、もう負けだ、負けだこの状況にあった時点で負けた俺はもう。確かに外しもあるし、そもそも同速で勝てばいいし、ワンチャンレジアイス B もちょっと硬いから勝てるかもしれないし、行くしかねえクソが。
一番弱いラムパルドに負けた。地割れ自信置いてもないでしょ。ストレッチ飛んできて、まあ、外せばアド当たってもタイプフィッチでスタミン B 意外と高いから死なない。で問題はこいつ確定急所張ってくるから捨てるかどうか悩みどころ。クロバット捨てるかどうか急所。いやしかも先生の爪を持って、もうなんかもうやだこのドンファン。フルセットだ、不快の不愉快のフルセットで考えたらさ、もうこれクロバット捨てるしかなくね。普通にクロバット捨てでよくね、一番安定。クロバットブレバからのリザードンの何かしらで、よりによってオーバーヒなんだよなお前。あでも白いハーブか。死ねはね大差入らんから、もうクロバット散るわ。はあほんとよくないお前マジで。急所なかったら耐えそうだと思ったんだけど死ぬよね。いやもう使ったからなお前、もう使ったからな先生の爪一回、もうお前やってるからな一ねじき。キモすぎる、ほんまじゃ、キモ気持ち悪すぎる。ちょ耐えて耐えて耐えて、耐えなきゃ話にならん、耐えなきゃ話にならんって。スターミンスターミン、あーもうねえねえねじきおかしい。プラチナのねじきマジでおかしい。プラチナのねじきもうやだ、キモすぎる。生理的に無理とかそういうレベルじゃねえ。おばひでワンパンで死んだし。クレセリ無理だよもうこれ。いてえ、ひでりモーカーオーバーヒートくらいな。当然のようにクレセリア出してくんじゃないとか、当たり前のように伝説ポケモン使ってくるのキモすぎだろ。しかも全然入らん、嘘でしょ落とせると思ったんだけど。モーカーヒデリオーバーヒですよ。あモーカー入ってなかった、キモすぎキモすぎキモーいキモいキモい。しっかりと命中不安定でも岩なだれ、いやでもあ出た出た出た、つらい汚し来たぞ。つらい汚し伝説界隈のつらい汚し来たけど、これ確認取られるから爆発するわ。いくらつらい汚しといえど地震2回打てん。相手にするとなんか火力高く感じるな。なんでつらい汚し、こいつのせいで前負けたから、こいつが雷中ごときにシャドーボールで半分も食らわせなかったせいで全てが狂った。雷中に対面負けしそうになった、全部こいつのせい、敵のラティオスに駆逐された。どっちから行くのがいいでしょう、まあ、威嚇持ってろうか。わかりづらーい、特殊じゃなくて物理でやってくれ。まあでも特殊でもこいつ水派、うん、ないね。言うことない。そんな。よりにもよってやん。何かの間違いで落としてくれ。一応ちょっと。一応確認するわ。え、これ、ケッキング、どうだ？素早さ出力値勝ってるか？ルカリオにもしかしたら勝ってんじゃないか？この、ルカリオは、クロスチョップ、ストーンエッジ、雷パンチ、レートパンチ。しかも、急所型じゃん、これ。252ですって。217。非常にまずい。じゃあならば非常にまずい、まずすぎると言っても過言ではない。非常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 にまずい。約束された
約束されたクロスチョップ威嚇2回入れるぐらいだったら、でもここさ紙パンかなんかもらうやん、まず、まあ、まず痛いやん、まずなんか飛んでくるやん、まずなんか飛んできてもう一回威嚇入れるぐらいだったらバックする意味は正直全く持ってないんだけど、これさ一番怖いのがさ、もしバックしてさ相手何の技でも殺せるからって言って AI アホになってクロスチョップ飛んでくるの怖くない？いやクロスチョップで知らないんだけど、ここで引く意味としてはケッキングに変える、で耐える、でクロスチョップと引きの両方の技を耐えてこっちの自信で、てかそれしかないか、勝ち筋、勝ち筋それしかなくね、もう後ろ何にしてよさ、これケッキングギャラ死ぬじゃん、ギャラ死んでケッキング出してケッキング上からクロスチョップで殴られます、 HP 壊滅します、会社の自信で殴ります、次のターン怠けます、終わりじゃね、もう怠けて上から殴られて終わりじゃない、だからこれ勝ち筋狙うならケッキングに変える威嚇込みで相手のクロスチョップと雷パンチを耐えてくれることを信じる、でケッキング殴る、で次の怠けるターンにギャラドスに変えてギャラドス死に出し、ケッキングが素早さ勝ってることを祈り、上からギガインバーグとしかなくね、いや急所当たったらもう無理、ギャラを残す意味は威嚇とあのギャラがいないと次のターン動けん、ケッキングがそれしか、ちょっと待って、勝ちそれしかないから行くわ、一番まだ勝ちの線残せる方法を、問題の第一関門終了終了しました、すでに終了、いやまだまだクロスチョップを避けるという細い勝ち筋まだまだ避けるという勝ち筋、さよならみんな、どっちか外してくれたらな、しっかり死んだ、まだこれ勝ち筋あるって知ってるみんな、ストーンエッジを避ける、さよならみんな、今くっそ煽られんかった、今あの幼女に今イラついて B 連打してたんだけど、お前マジ余裕じゃねみたいな超煽られてたよね、何今の、許せないんだけど普通に、もらっちゃいましょうか、じゃあスイ君を、ラプラス強かったな、でも急所に当たらないってだけで俺にとって一級品の特性なんだよ、カメックス気合ダメだけ抜かったわ、帰りをこだわり先にやるのやだったから、どうせあいつから気合パンチぐらいしか有効じゃないでしょと思ってラプラス出したんだけど、そういうところも丁寧にやる、笑えるな、セミ打つまでもないの、これ神砕くに、ふわ面白すぎ、乳輪でかすぎ、ガルーラ、まあ落とされることはない、ステミ、あこれいいぞ、ステミの反動プラスこっちのステミで落ちる、絶対無駄に体力多い分反動もいいダメージ出してくれるはず、絶対これ確定入った、しかも絶妙に耐えそう、カビゴンだけど大体 HP300 くらいだから、うん、イノちゃん玉ダメージ込みで当てるわ、俺が残るカビゴンの HP80 惜しいダメージ感覚間違ってない、
まあ帰りできるでしょう。氷の牙持ってんのか。え、上取られてんだけど。いやでもね、これね、氷の牙じゃねえ、さすがに死なん。言うな俺、何も言葉に出すな、言うな、これやる。言わなかったじゃん。熱い殴り合いが始まった。スイ君、頼む尻拭いしてくれ、海流の水って。お前は水タイプ最強なんだよ。お前は水タイプ最強なんだ。アクアテール1回ずつか。こっちが1回でも波乗り急所当てないときつそう。いや、わかる、何数じゃんこれ。326だ。え、頼む。いや、もう全然ダメよ神。お前本当にスイクンさん、嫁に欲しい、今嫁に最も欲しいポケモンナンバー。ラス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 とラスと、わこれさ、いやごめん見せたわ。あの、ここやる風入れて上確認してから。まあでも急所急所だけで耐えるんだよな普通に。げあれ海流ここ風入れて上から激凛すればよかった。ラプラスだったらな、今の、今のラプラスだったら10万ボルトで終わりだったのに。ラプラスだったらな。ガラガラとレジロックってどっちの方が早い。アイアンテール、あれそれさ、まださ、この州ってガチ AI じゃない。めっちゃ答えんけど、まあマルチスキルと勘違いしてましたけど、相手が太い骨持ってないのか。伝説のポケモン3体をリストラするぐらいには充実してるパーティー。レジスティールはね、なんかイメージ悪いんだわ俺の中で。ボーンラッシュ、瓦割り、アイアンテール、砂嵐。なんで、あー、あれかな、あの AI が一番軽くある技をそのアイアンテールの威力100の2倍で200で、ボーンラッシュってタイプ1だけど一発目が25だから、そっちの優先度が高まってアイアンテールみたいに複雑な AI になったの。関係ないですが、レモンソールの2日目って何て言ってました。俺が最後に大量殺戮した NPC を。こっちに回ってくる山頂毎回、なんか山頂が強かった記憶ない。ちなみに毎回弱い。ちなみにちょっと負けそうちなみにちょっとフーディにサンタでされそう。大丈夫か、いくらなんでもそんなことない。気合玉当てまくる、気合玉ゲーミング始まったら怖いんだよこれ。あ、怖い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 、相当怖いよこれ。こんなパーティーで1戦目で負けるこのパーティー使って1戦目で負けるやつおる。おいおいおい、嘘だろ嘘だろ、おい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 あれでもフィルターお前は、あ、ハードロックだから。え、でもエナジーボール、おい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 、ちょっと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 、事件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 。え、でもこれフィルターだから、フィルター弱点関係ないでしょ。弱いよ19体力、さすがにね。さっきの急所当たったのでチャラにしてほしい。え99% で負けたんだけど、自己再生。いや銀が一番理不尽なんだ、プラチナの銀ネジキが一番理不尽なんだ。
こっち3周目のポケモンなのに向こう4周目のポケモン使ってアロコとかその中から伝説のポケモン連れ出してくる。レジギガスとかなら許すけどさ、まだ一番強いかと思ってくるもんあいつ。そのガチやつ。レジギガスと物理フリーザーとあいつにしてくれ。あのライコにしてくれ。この時代のライコマジかす。なんだこいつ、うざいんだが。スプーンじゃないよこれ、メリケンサック。ラグで打つか。ポケモンの歌は XYZ とバトルフロンティアがライブで歌っちゃったぐらいに。オーケーも好きや。小さきものとか、いやまあその映画の曲まで含めてしまったらあれだけど、小さなものと、あと小さきものと、あとミュウツーの一番最初の歩き続けて、ね、その両方神ミロカラス重すぎ。これ自己再生あるやつか、ミラコだったらな。いや、ミロカラス重い。乱数でもう一発ハイドロコンボ返そう。タイプワイルドなんか3分でめっちゃリメイクされてる。いやー、自己再生持ってんですけど。 D ダウン引いてくれ。そして次ハイドロコンボ当てないでくれ。このミロカラス欲しい。よし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 。えらい、吹雪に1回置きはえらい。アイスクリームシンドロームってなる。しかも神で自己再生は、いやランス、あ、もういいです。フーディンスペース負けてるよなこれ。312の、いやもう余裕で負けてるな。サムさーん、え、あれ、え、ん、あれハッサムとラグラージスペース同じなのか。怖い怖い、いや怖い、いやこいつ怖い、いやこいつ怖い、怖い怖いやつだこれ、怖いやつだ。あ、ミラーコートか。悪魔来た、悪魔悪魔来た。これ眠猫ツノドリル絶対レード来るぞこれ。多いよなんかジュゴン出てくるの今日。やばい怖い、やめて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 、ああああ、いや、まあまあまあ一回くらいは、まあ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 、まだフーディンいる。やばいやばい、俺の配信が今日こいつに終わらせる未来で見る。可能性、ラス1体、あ、水界隈最弱水界隈最弱、ここに来てきました。ありがとうございます。地割れしたら殺す。一番弱いポケモン来た、水ポケモンの中で。いやでもぶっ殺しに来てたな本当に、こっちのこと。これは勝てるわ。あー、危ない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 。よかったー。いやもう急所かと思ったわ。怖っ、さっきのターンハイポンだったら負けてたじゃん。俺前もさ7周目丸このタスキン丸前に全滅した気がする。トンボ、え、無理無理、あの丸前の方が早いんだよこれ。140だぞ。え、でも文字しかないよねやることって。いや日本版で肩見たところで物しかない。10万できた。まだ分からん。うわ、いやこれ助けだったら終わりだ。頼む、2分の1で負け。
待って、え、奇跡起きた、奇跡起きた、何これ、乱数の奇跡、まあえてエンターテインメントが、いや俺もうずっと脇汗しかなかったよ俺。しかも待って、これシグナルビーム撃ってきたってことは、あ、最強のマーマインだ、10万シグナルダイヤ爆発ミラーコート、エンターテイナーがすぎるお前。いやこれマルマインをあいつ、あのフローゼルをマルマインに変えて終わりだ。え、このマルマイン強すぎる、よかった、もう負け筋しかなかったじゃん、ミラーコート負け、大爆発負け、10万ボルト負けだったのに、なんかシグナルビーム、エンテお前、エンテお前マジで今日のヒーローだよ。ネズキ界隈ティア S ランクムックホークとマルマイン一番最強の方を持ちつつ、わっ乗り越える時お前7周目でお前を取っときました、過去への生産 B が硬いんだっけな、もうジャンボお前確か耐えれるか、じゃあクロバット、こいつ次クロバット分からせるよ、回ればいいんで、おい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 、自慢の B はどうしたよ、で出てくんなよここでモジャンボ、なんかモジャンボ、いやもうマジモジャンボ出てきたのプレミなんだけどモジャンボ出てきたのショックなんだけど、え、これまたモジャンボにしとけばみたいな状況になるじゃん、絶対エンテをモジャンボにしとけばってなるじゃん、いやでもあんな肩も何も分かんないやついらねえ、いやここでモジャンボ来たのマジプライド不利だわ、え、ちょ前らモジャンボ取ろうみたいなくだりもういらんからね本当に、いやもう俺取らない取らない、もう先に言っとく、取らない、うわもうはいろんなありとあらゆる MKR オールスターが出てくる、ちょっと待てよ、俺はいや下手したら本当に向こうがブレバしてるだけで終わるからな、と44勝でしょ、え、過去最高にコンディション整ってる今、いつもはなんか本当に一戦一戦がギリギリだけど今最強にタスキもこっちが持ってるし、ラグでつまちょっと詰みそうラグで詰まないって言うと思ったけど、いや確かになんかラグつれえな今思えば、まあ、マルマインの大爆発なんならムックホークのブレバで持ってきそうじゃね、いやせめてせめて金ネジキを見せてくれ俺に、ここで負けるのは一番ない、せめて俺に金ネジキを見せてくれもう銀ネジキは見飽きたんだ、金のネジキを見せてくれ、オッケー当てた、えらい、3対1、マルマイン助けに残ってる、威嚇もある、はいガスター、オッケー、助けない、上取ってる、最近で終わりだ、来ました、ついに皆さん、俺の勝利を願っての高評価よろしくお願いします、力に変えるわ、みんなの期待を胸に込めて行くしかねえ、これ待って、俺負けたら本当に心、俺え負けたら俺一生ものトラウマになるんだけど、金ネジキで、ま、この世にさ、その金ネジキ勝ててないやつはいっぱいおるかもしれないけど、金ネジキに負けたやつって多分おらんでしょ、ここまで来たら勝つもんね絶対みんな、わざわざ金ネジキに負けるやつは多分おらん、タイムにこだわらん、いやもうこのまま行くぞ、この1年の集大成、何パーセント、え低い低いはこんな低いの初めて買ったぐらい低い、ズルすんなよお前マジで、頼む初手向こうくださいよ、いやーブースターはもう、いやあいついないからブレバでいいわ、ここはブレバでいい、ブレバでいい、ブレバでいい、あ白いハブ、あわ肩肩分かったってことはこらえれない、確か白いハーブのやつはあこらえれない、オバヒシャドボ泥かけってことは引けない、ラティアスバックはないからもうブレバでいいか、ブレバで潰します、トンボで半分半分ぐらい入ったんでこれはいく、はい3対2、向こうよりも遅いやつが出てきた時点で勝ち、頼む、
先生の爪、地震、ストーンエッジ、アームハンマー、うん、安定はラッティバックな気がする。ただちょっとストーンエッジ急所だけ怖い。下げるの確定なんだけど、そうだね、ラッティか、そうだ、ラッティだね。先生の爪大爆発持ってんだよ、ストーンエッジ、ということはパンチ、岩なだれが出ない、カゴノミか、先生の爪だ、一番強いやつだ。急所当たんないの偉いぞ。B200 だからインファ圏内まで入れてくれれば全然いいんですよ。でん、呪い眠るか好み、怖い。ここ眠りか。え、今の俺ストーンエッジ当たって落ちてほしかったんだけど、インファで殺せるように。あ、待って、なんか来た。さすがに10万でいけるよね、マルマインの。いくらなんでも10万でいけるよね、これ。みんな、いくらなんでも10万ボルトできるよね。252でしょ、こいつ特攻。ラティは312、いけるよね。まあいけなかったとしても、だから先生の爪はない。ここ眠られたらまずきついけど、いや爪のやつないんだこれ。残り1体、ミラーコートも大爆発もある、タスキもある、威嚇もある、無効果がいる。いける、絶対にいける。この2、このネジキ最強の2を通らせるやつはいない。タスキセイ君はいない、ミラーコートもない。待て、逆に俺がミラーコートしてやるか。いや別に10万2回でいいのこれは。もらった。あ、一応物理型もいるからミラーコート的には。即の、あ、即のがいる。一匹だけ即ののみいる。まあでも10万でいい最初は。即のじゃない、半分入った勝ちだ。木登り攻撃するやつか。最後にどうだけ花火上げていいか。ちゃんと素早さ確認してから。これが俺たちの金ねじきだ。終わってしまったみんな、金ねじきでツイートしてください。金ねじき、MKR じゃなくて金ねじきでトレンドに乗せてください。ねじきをトレンドに乗せてください。 MKR は乗らないんで、英語と文字数制限で。金ねじきトレンドお話しします。ゴールドプリント、はー、なんも言えねえ、なんも言えねえよ。よかったもんね、3連休罰ゲームやんなくて済む。さ、ちゃんと3連休中にクリアできた。昼から始めてよかった。本当はもうなんか、もう昨日だるかったから今日スマブラやろうかなと思ったんだけど、諦めないでよかったわ。なんか久々に有意義なスパチャもらってる気がするわ。久々になんか意味のあるスパチャもらってる気がするわ。ここでスパチャ読みしたら無限じゃん。ちょ、また改めて次の配信でやるわ。次の配信で、ここはもう綺麗に終わっときましょう。そう、最終回サムネ変えとくか、マルマインとムクホークとエンテとラティアスに変えとくか。あー、同説も1万いったしな。ソロで1万いったの初めてか。あれなんかドラッ、いつもなんか俺9800とか9900らへんまで行っていかないんだっけ。俺が目を離した隙に行ってたかもしれないけど、それも嬉しいわ。
よし、じゃあ終わろう特に言うことはなく、最後ワンチャン大爆発、相手耐えて向こうく上から氷の木まで死んだらどうしようと思ったけど、向こうくがね素早さ銃買ってたんで安心して大爆発が出た。もしあれで俺がさ大爆発って耐えられて返しの向こうく抜かれてて死んだら、もう低評価、あら低評価1万とかいっちゃう。今まで見てくれた人ありがとうございます。ちょっとでも寂しいね、なんかもう俺の、あ、てかここ49勝にしとこ、書きたかったんだ俺49勝って。視聴者にもありがとうだし、視聴者の中でも特にありがとうを言いたいのはハンニャ猫、今日からお前はクビだ。ありがとう今まで株式会社 MKR に勤めてくれて、今日から君は無事クビだ、本当にありがとう。じゃあそんなこんなで皆さんもよかったら金ネズキチャレンジしてみたらどうでしょうか。やっぱ基本100時間ぐらい多分合計で、配信時間見れば分かると思うけど100時間ぐらいやってると思うんですが、100時間中98時間はイラついてて、残りでもその98時間イラついた分の何倍もこの勝った時の嬉しさはありましたね。終わります、お疲れ様でした。 See you!